必要なものは段ボールで猫の写真1枚と雑誌の切り抜きで、もうだいぶ作っちゃってるんですけど、まず段ボールに雑誌を貼って色をアクリル絵の具で塗ります。こっちも段ボールに、これはいらない本貼って色を塗ります。で、写真を、この写真はわかるかな、黒いから分かりにくいか、こうすればわかるかな、頭の部分と体の部分、前の体の部分と、ここ分からないかな、どうしたら分かるかな、どうしたら分かる、こうなってるのね。で、お尻の部分に分かれてます。で、ソファーに座らせて、で、これ写真はちょっと分厚めの紙に貼り付けて、これはマット紙なんですけど貼って、あ、取れた、こんな感じで段ボールこんな感じになってますに貼っ付けて、こんな感じ、こっちも取れるかな、こんな感じです。ここに段ボールをかましてあります。で、この写真、雑誌、こっちも段ボールがここにかましてあります。で、これをここにしつけて貼ります。で、その後ワイヤーを曲げたやつで、どうするかな、なんかわかんないけど、こんな感じで飾りたいと思います、うん、取れたの、のりつけて、ここつけて貼ります。よし、こんな感じで、やっぱり木工用温度がいいと思うので、
かり押さえましょう。金のワイヤーを しばしもこれか。なんかな。